はい、やめてくださーい。じゃあ、今日、はい、元気ない感じで。やめました。はい、今回ね、神セブンということで。そう、神セブンということで。神セブン第1回目の放送ということで。っていうか、緑の毛やな。緑の毛やな。悪いも売ってる。緑の毛やな。動かしてる。まず始まりからちょっとね、突っ込む場所が。見よう。髪の毛がちょっと同化してしまってるからね。めっちゃ面白いな、髪の毛大変なことになってる。お、さあ、やってきた。5人しかおらんやん。いや、髪5なんで。髪5でやってきたんで。やってきましたよ。戦隊ものやからね。何色か決めようじゃん。確定でも緑を。確定で緑を。緑レンジャー。赤、赤、赤。赤。赤レンジャー。赤。出てますね。赤。赤。これ絶対思んないけど、パパ行こうか。パパね、パパ変えていきましょう。ピンク、青、黒。もう一回滑りそうになったらすぐね、みんなで切り替えていきましょう。切り替えていきましょう。コメント。まぁ、ね、やってきたんですけど、まだね、一発目ということで、前回の神セブンが集まったんですけど、はい。ね、今、その中で、現神セブンで残ったのはミオくんのみということで。イェーイ。イェーイ。頑張ったよ。参加したかったな、今年も。そうね、もう、神セブンになって、うん。もう、まずはね、そこはもう、とりあえずみんな触れないっていうルールなんでね。これはまだ触れたよ。まだ触れた。最後まで。最後の最後でやっときたね。うん。5人で喋るの難しいな。難しいですよね。あれ誰かパーソナリティで一人おらんかった。そうそう、誰かこう、振って。誰かが司会しないと、ほんまに。だからそこは、この、3位の人に振ってもらって、3位の人に振ってもらって、俺が答えるっていう感じで、あ、いいですね。行きましょうか。ね、3位。もうちょっと。もうちょっと。初めて喋った。やっと喋った。まあ、神セブンということで、もう今年で、このね、3代目の神セブンはね、はい、終わりなんで。終わりやねんけど、まあ、その中で、ね、1年間振り返ってどうでしたっていう。まずはみんなで聞きたいかなっていうので、うん、まずミオくんどうでした1年間振り返って。1年間そうですね、僕自身今回初めて神セブン入って最初すごい緊張してどうしていいんやろうって思ったんですけど、やっぱやってるうちに、まあ、いいメンバー出会い最後に楽しくて良かったんじゃないかなと思い、で、まあ、今回も絶対入ろうと思って頑張った結果、まあ、入れたんで良かったかなと。だね、いやもう、ミオくんだけやから、この、もう、前回とかで。ねえ。いやもう、とりあえずね、みんなね、多分、ずっとここに多分触れたい。触れたいコメントがね。そうかな。うん。触れたいんやろうな。けど、まだここは触れない。まだここは触れない。まだ早い。まだあかんねやろね。ずっくんどうでした ?1 年間経って。1年間。うん。態度悪い。怒ってる。まあ、1年間、ほんまヒカルさんの態度がめちゃくちゃ悪かったってだけなんですけど。あ、それだけはほんまやっべえぞって感じやってるんですよ。そうね、コロコロチキチキペッパーとかね。最近流行ってるからね。流行り出した時はもんね。チキガレコロコロチキチキペッパー。まあ、とりあえず、このコメント聞いて言ってるんですけどね。閲覧が。閲覧はね、1人。うん。マジですか？一人。しかもね、ピッカーって言われてる。一人、閲覧。ピッカー本当に閲覧のぐらいなんですか？閲覧わかりません。閲覧これわかんないですよ。これわかんないですかこれ。閲覧わかんなくて、最後のかな。今、6人がコメントしてくれてるんですかね。はい。なんかこう。ヒカルくんが起きました。はい。はい、起きたということで。シュウくん顔ちっちゃ！ありがとうございます。さあ、シュウくん顔ちっちゃ！早い！いやお前におはようとか言われたくねえし。一人だけちょっとね、やっぱり。始まったね、これ。ミオくん、ハイテンション。来客者数60点になってる。よっしゃー！おぉ！ナンバーなんだかって名前切って言われた。いきなりディスられるとか。でもね、自分で顔でかっこいいかよ。ディスってやん、もう。雫顔でか。いっぱいディスられてきよって、これ。でもこうやってディスられてるからちょうどいいですよね。ちょうどいい。実際その下級やつの顔見てみたいもん、俺。
あの、キスタム言うたけど、そうなんだけど、ボンタイってボンタイって弱気やからね。そうそうそう。実は戦いたい。そうそうそう。実は傷つくみたいな。炎上戦、炎上した方がおもろいっすよ。そうです、ね。炎上した方が面白い。炎上した方が確かに。手を打って、シューちゃんマンが、これ赤いキスをどうやって撮るんですか？道が残っちゃうやつが赤字になる。あはははは。今日タイトルだ。今日タイトルは。やっぱ今回充電しとくだけあるからね。聞かれ感謝ないやろ。いや、ほんと感謝してます。とりあえず。ほんと見せる。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 4人ぐらいで。これいい感じで面白いね。隠した嫌だ。だって隠し方なんか嫌。お、頑張れよってあの感じ。シュウ君、シュウ君のお客さんはちょっと未就が多いんですよ、ね。未就せない、うん。多分ね、多いんでしょうね。完全に多いです。回収。いや、俺のお客さん言ってるぞ、分かる。いや、性格悪かった。いや、昔から悪いし、俺。来ちゃった。チリンチリン。いやけどね、チリンチリン。チリンチリンつけても俺だけだよ。俺だけだ。そのチリンチリン。いやけど、この一発目のね、神セブンで一生懸命コメントを。シュウ様の手を振って。シュウ様の手を振って。はい、振ります。かっこいい。かっこいい。いや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 。いや、いいっすね。なんか、そんな言われたいな、なんか。うん、黄色い声援っていいっすね。いや、もう悪いのしかされてない。ほんまね、画面で見たら、画面で見たら。ただの心霊現象やから。青色来てる。青色。芸人は今から僕4キロでスタート。明日の昼。あ、いけますね、それやったら。うん。なんとかいけるぞ。あ、どうぞ、リキアさん、もう試合っすね。はい、明後日が試合なんで。とうとう。はい。頑張ってきます、韓国人相手に。しかも今回あのガチのプロの選手なんで、はい、頑張っていきます韓国人アリアス韓国人ミュウさん顔ない頭緑しか分からないほんまに顔あるやんの一応顔あります、ね、一応顔あるんです髪の毛はないだけでシュウ君かっこいいしか言わんてんシュウ君絶対お金払っとるでしょ誰かいや払ってない絶対に英語で絶対に今日このコメントしてなっていうピカ頑張ってピカ頑張ってやんだらねえ赤いしかなかったねちょっと青です現金で緑髪誰ミオ君です緑髪ミオ君です覚えてくださいしかもあれっすねこうやってなんか5人でやるってなんかある意味新鮮っすね応援行くっけ光るか彼女とラブラブあれ出したよ本当だよついにもっと危ないなんか光くんのワードだけなぜか濃くないちょっとジャンル違うよねジャンル違うよそれだけなんか結構ディープなラインくるそうですねなんかちょっとあれですねでもいいですねそれでなんかそういう方が楽しいんだ、うん今日、ちょっと僕ちょっと言わせてもらっていいですか、はいはい、最近あの、ホスラブとかでも、なんかあの、髪の毛ハゲとハゲとって言われてるんですけど、めっちゃ髪の毛薄いんですよ、本当に。はいはい、めっちゃ薄いんで、全然それはもうオープンで薄いんですけど、今日僕、注射打ち行ったんです、髪の毛に。髪の毛に髪の毛じゃない。頭皮。増えるやつ。増えるやつっていうか、はい。あの、皮膚科、ね。そう、皮膚科で注射打ち行きましたね。いや、だからこういうのが好きなんや、みんな。あ注射系。かわいい。注射系が好きなんや、みんな。僕、あれですね、円形脱毛症で皮膚科行ったことあるんですよ。なんでか、はい。あれ、なんか、ひどかったら、なんか、頭皮に直接あ、いや、そんな、増やすんですよね。なんか僕も、精神的な、なんか、結構、お客さんとかのストレスでって言われたんですよ。あー、じゃあ最近やってるそう。だから、なんか、ストレス性は、なんか、めっちゃ出やすい。嘘そうって言うなよ。髪の毛の実感、さん来てるわいやもうねもうめちゃくちゃそれも言われそうけどもう自分でもいいようやけど実際自分で言いながらも書かれたら悲しいですね、はい、あ見るとね聞かれてカツラシの包丁多いししかも赤字だと俺未就払えそれ えっシュウさんも大丈夫なの未就大丈夫未就未就払わない未就払わない多分赤字か赤字じゃないかって相手は分かんないですよねもうふささらん大丈夫色はね一緒に回収したからよいやホッとしたねえけどなんかそのあれでしょああいうストレスって言ったら3ヶ月後に来るらしいですああそうなんですか3ヶ月前のストレスがあ大体分かりましたよ3ヶ月前やったら生を狙いに行った時じゃないですかあそうですね完全にいやでも3ヶ月前って言ってもハゲ出してからまだ3年前ぐらい3年3ヶ月前ですヒカル君太ったいや太りましたよえヒカル君結構来だしたよね。はい、あ。いやもうなんかもうどうでもなんかこう、それは確かにあれヒカルくんめっちゃ肌白いですね。いやそうなんですよ。焼けないんですかいや焼けないです。いや、白いんやけど黒いって言われるんですよ。なんか。白いですよ、よく。白い。真っ白ですよ。頭剥げてるけど体は白いです。な
なんか最近も道を乱光くん最近道を乱光くん道を乱光くんキャッチに出てないってことかな。あーあー、いやめちゃくちゃ出てるし、昨日も出たし、今までままで十分か。ありがとう。来いよ、みつるさん出てる。みつるさんはね、みつるさんはもう出る2年前2世代。いやでもちょっと俺思うんですよ、やっぱりこうなんか質問されたいですよね、なんかもういろいろなんかギリギリの質問してほしいですね、なんかこうじゃあ、今までで一番未収させた金額とか。あー、さっさそれこそれいきましょう。それ、ね、で一番最近飛ばれた金額もじゃあ言いましょうか。一番最近飛ばれた金額。それ見よったら、あ、私みたいな。それを見て。それを見て。そこで公開されるやつあるじゃん。誰から行く？誰から行きます？最近の未収金額。最近の未収金額。最近は過去最高。過去最高の未収させた金額で行きましょうか。一人ですか？はい。一人一人。まあでも、そんなん、でも、あんまりないですよね、実は。はい、最高の未収金額か。え、でも、いや、もう別に面白くなくなりますけど、150とか、そんぐらいかな。俺、1400万円。マジで、そう。いや、だと。この前、10月の時、幻の節目に、1400万円。僕、その時1000万行っとった時に、最後の最後、締め日に、1400万売り上げがあったと。あ、いや、これ、もう逆転されたみたいな。もう、結構やっぱりこう、なんか悔しいけど、喜ばないけんし、店売りも上がったけど、どうなんかなって思いながらも、もう 99% 絶対飛ばれるなと思ったら、ほんと飛ばれる。まあ、飛ばれたと、あれ、なんやろな。まあ、飛ぶっていうのはまたジャンル違う飛び方でもあるね。そうですね。いや、すごい、いろいろ。1400。1400万一周。そうそうそう。いやでもまあそうですね。やっぱそんだけやっぱこう、未収をやっぱ1000万させれる人も強いとね。これ聞いてない。絶対断りますもんね。なんかもうね、あれだって多分止めんかったら、多分3000万ぐらいまで未収が終わる。全然いけると思うんです。で、その人が言ったのが、年商30億で年収60億ちょっとです。なんかよう分かってる。逆。そんな年収より年収が多いみたいな感じ。元たもん全部コピー前だけど。なんか、古橋で買えそうな感じ。そうそう。いろいろね、なんかおかしい。怖っ。それはないかな。お客さん全員にピンドを振る舞おうとしたからね。そうですね。大変だ。なんか、まあ伝説やで、ね、一つの。それを笑えるのがすごい。まあ笑わないやってられへんけどね、こんなこと。笑うしか無理やからね、こんな。普通に。もうこの話がそんな喋れないと思う。いや、どこで出そうかなと思ったけど、なんか、案外ちょっと盛り上がらへん。もう時効ですね、でも。そんくらいのレベルの未収あったらね、可愛くなってしまうんでね。でも未収の話だったら多分コメントしにくいと思うんですよ、やっぱり。あー。だからちょっと未収の話。自分もほんま残ってるから。未収の話だったら違う話しましょうか。ちょっと紫の。もうちょっとプラスでこう、明るいわ、大丈夫。明るい話でじゃあ。クリスマス？あー、じゃあ。クリスマスに向けてなんかこう、話題を。力学男前。おー。そういうのは助かります。ある意味スター。ある意味スター。ほんまに一日大スターって言うから。その次の日大変だけど。地獄やった。しかも締め日に行ったってところかっこいい。かっこいいですよね。だからで、まだ前半とかで行ってて、なんか後からこう、ね、払ってもらうっていうやつはわかるんですけど、締め日に行くってもう、すごかったよ。普通に。喜んでるか悪いのか。いや、でもかっこよくないって、正直見ようって相当ダサかったんですよ。まあ、来週しとったらな、最強にかっこいいんやろうけどな。後から終わればもう。来週よく行ってる。出てます。来週出てない。いや、来年。じゃあね、一旦この話は置いといて、ちょっと一旦 CM 入りましょう。CM 入りましょう。え、CM 入るんですか？はい、一旦 CM 入る。え、そう、聞いてないです。全然な記憶を伝えてちょっと悪い話 CM でするっていうね、うん、ここで CM の言葉は全然入らない。あ、言葉入る。あ、CM 中じゃない。今ガンガン入る。ガンガンじゃん。 CM 中しか悪いよ。なんか普段やっぱ言えない話した方がいいと思ったね、やっぱり。どうせしかもなんかもう僕たちももう最後でしょ。終わりだし。確かに。もうなんかあと2週間で終わるそうですね。8月いっぱいで終わるつもんね。そうですね。僕ら出んのは。
だから、なんか、じゃどんなんかでやっぱ。ミオくんだけ残ってるっすからね。そうですね。来年からあんま関係ないから。じゃあ、シュウくんの、今までで一番、はいはいはい。ドキドキするから。あれ、顔が見えた。あれ、顔が見えた。あれ、顔がぶっ飛びそうだよ、怖いから。じゃあ、一番すごかったら、すごかった、サプライズの内容じゃないですか。サプライズですか？お客さん。お客さんに。した。した。お客さんにしたサプライズ。筆、顔が、凍りついた。お客さんにしたサプライズ。これは感動した。ダメ？それはな、多分、グレー。グレー、グレー。グレー、グレー。グレー、グレー。うん。まあ、難しい。言ってやばいと思って顔が出ました。言ってやばいと思って。これは結構濃いですよ。いや、じゃあちょっとそれやめてきましょうか。でも、これ言ってしまったら、次からやらなあかんからな、全員に。全員にやらなあかんから、ね。もしかそれ以上のことやらなあかんから。それ言うてたやつやん。あ、それ結構きついな。急に笑わんじゃん。本当にちょっと微妙だったかもしれない。結構聞きたくない。まあ、そりゃそうですね。うん、それ85人も見に来てくれてます。そうか、いいよ。すごいな、コメント結構。でもこんだけ集まって85人って、そっちから1人で言ったら20人。1人で20人おらへんから。でもこんなもんですよ、大体。シュウさんコメント多いですね。シュウ様、シュウ様、我崇拝って書いてる。同じ子ちゃうんですか？同じ子なんか ID 一緒やろ。いや、ちょっとちょこちょこ違う。ちょいちょいちゃう。これたまにでかくなってるのは何なんですか、これ。大喜利してください。大喜利してください。じゃあ大喜利いきましょうか、じゃあ。大喜利。大喜利、まさに難しい。大喜利。え、なんちゃかとかけましてみたいな。それ、違いますかね。まあ、そういうのもあったり、まあ。じゃあ、円楽さん。あれ元カノの人数ちょっと言っていいですか、じゃあ。うん。あ、やっぱり。それを。じゃあ、円楽で。え、歌丸さん。え、どんな感覚になってるの？え、将棋もまあまあ難しいですよ。大喜利難しい。大喜利してください。大喜利、何やろね。これうちの従業員っぽいな、コメントしてる。1回目の神セブンの時なんか、光る、いろいろやってきた。そうしてか、あの、俺、あの彼女別れたんですか？別れた、あれは。あれは。しつこかったか別れた、あれは。何をしようかね。やっぱりあれですね、やっぱり。リキヤ君、歌丸。歌丸。じゃあ、あれにしましょう。こんなクリスマスは嫌だ。ボードあるんで書きます。ボードあるじゃあ、こんなクリスマスは嫌だ。こんなクリスマスは嫌だ。それを元に食べてみます。もうちょっと、急ぎでちょっと、時間もあんまないんで、じゃあちょっと。はい、今、あと何分なんですかね。あと10分ですか。あ、じゃあ、歌丸さん、こんなクリスマスは嫌だ。こんなクリスマスは嫌だっていうのをね、やっていきましょう。え、ペンさんもしかしたら。普段行ったら。じゃあ見えるんですか、これ。多分見える見える。どんな感じかちょっと、うん、ちょっとタイムラグが。もうちょっとここに近づいて多分見えるんですけど。あ、これ、しかもこっちに近づいてるの言いないですよね。結構ね、これ。シュウさんの座布団。あ、山田くんね。山田くん。もうかけた人からどんどん行きましょう。クリスマスは嫌だ。こんなクリスマスは嫌だ、お題。もう一人何回でも。ボケなんだよ、これ。さっき言ってしまう。全然ボケても、ロマンチックにでも言ってくれたら。なかなか。1番、いけるでしょう。もう、書いてください。こんなクリスマスは嫌だ。こんなクリスマスは嫌だ。ほんまにミオ君の顔しか映ってないもん。顔しか映ってない。クリスマスツリーみたいな。シュウ様に座布団10枚もうそれで合格やもん。早い早い早い。もうそれで海外旅行行けてしまうよ。早いやん。じゃあ、はい。こんなクリスマス。シュウ君はい。僕、全力で一日中イカ釣り。ノリさんしそうやけどね。いやー、けど、寒いし、せっかくのね、クリスマス。クリスマスと。イカ釣りで終わる。イカ釣り。一日中。でもいっぱい釣れたらいっぱい食べれるもん。もうイカ嫌いな交換者も地獄です。はい、一発目滑ったんで二発目お願いします。しゃあ、みんなハード下げたよ。下げたよ、だいぶ下がった。下げたよ。これもあと10分ぐらい、あと10分ぐらい。はい、10分ぐらいです。おお、もし面白かったら何しようかな。座布団何枚かをじゃあみんなコメントで書いてください。はい、誰か行きましたか。別にシュウ君ももう一回行ってもいいよ。ズコーズコ
はいはいはい、カル君、こんなあのクリスマスは嫌だ。はいはい、ずっと逆立ち。まあね、クリスマスですね。どんどん言いましょう。どんどん人とかとかやっぱり過ごす時だけど、やっぱりその時にやっぱりこうクリスマスの時にずっと逆立ちを一人でずっとしておくのは嫌っていう。血のぼるしな。血のぼるし。あれは絶対嫌と思います。実際嫌じゃないですか。クリスマスの時にみんなわーってなる時にずっと逆立ちを。ずっと逆立ちすんの。まあ嫌だ。まあ嫌だ。そういう感じ。座布団3枚。やった、はい、やったやったやった。集中座布団募集。やった、やばいよ、もう。はい、はい、はい。はい、はい、はい。よし、こんなクリスマスは嫌だ。はい。お前にホワイトクリスマス。どういうことや。出してるね、それね。出しちゃってるね。これ、多分、やっちゃった感じ。やっちゃったかな。やっちゃったかな。助けれないですね、これ。ホワイトクリスマス。バナナかなんかですね。バナナ。バナナ、バナナ。バナナ。バナナ。ピュッと出てる感じ。こういう空気の時って桜の時はどうしようあのね、もうどんどん霧が出ます。切り替えてる。切り替えてますね、もう。あ、最低。最低。ただ一言。言っとくけどな、クリスマスがな、一番セックス多い、あれやからね。身内の実ってどんな感じ。あー、なるほどね。身内あの、から、あれ、こう。霧、霧身の実。目みたいな。あー、それ見る。こんなクリスマスは嫌だですね。こんなクリスマスは嫌だ。こんなクリスマスは嫌だ。こんなクリスマスは嫌だ。そっから NG 項目結構見えるな。そんな嫌だっけ。意外と鈴くんしてくれた。はいはいはい、ちょっとあのじゃあ言ってもらってる。はい、いかします。じゃあヒカルくん。いや、これ別に笑いは求めてないです、うん、はい、こんなクリスマスは嫌だ。はい、はい、身内がなくなるクリスマス。結構ヘビーやな。ヘビーやな。すごいな。でもこれは本当に僕、本当になんか別に話題とか求めてないし、本当に嫌な感じなんで。ほんまに嫌やな。ほんまに嫌や。みんな、うわーって言うのに。これはでも、本当になんか嫌じゃないですか。嫌というか、嫌やな。うん、別に、本当に嫌な感じで今言ったんで。ほんまに嫌なパターン来たの。はい、実際に。みおくん、ベイビーだから、パグラが取れて。ベイビー、ノーギーといえば、だいぶ死ぬ。そうですね。これはね、おそらくベイビーのメンバーを見てくれてると思うんで。春は見るって言ってました。春は見る。春は見る。あの、8位の人 ?8 位の人。8位の人。8位の人が見てくれてる。結果がこう、共感してますよ。あ、やっぱり、右の人終わった。右の人終わった。いや、8位な、クリスマス。右の人終わった。初選挙終わったんですよ。いや、右こっちなんで、画面からしたら。あ、そうなん。これ、見られてる画面判定の。あ、そうなん。ということは、ヒカルさん終わった。重いよ。重いよ、重いよ。そうそう、ミオくんじゃないですか。ミオくんダメだ。ハードルが上がりすぎて。いや、全員、ね、一発はちょっとやけど食らわないと。感じがわからない。感じがわからない。でも、やけどは食らわないとね。まあね。ちょっと傷ついた。全然大丈夫ですよ。普通にいいです。もう、仮面上ぶっちゃいで。おお、来た。はい、結構ある意味グレーやで。グレーやな。ミオくん来るね。はい。まあクリスマスなのに、まあタワーをさせられちゃう女の子。ちょ、これさせられへんか。難しいな。こいや、こいや。いや、じゃあボトルだよ。これは、な、ボトルだよ。ジュビリーとかちょっとツリーっぽいじゃん、形が。だからタワーはやめよ、クリスマス。うん。クリスマスにタワーはね。この番組はね、この放送なんかどんどん、重たらしい。面白い。ただ僕らがこれで、次の神セブンの子に渡した時のこの、この空気をどうするかやね。今月取れないよね。今月取れないから、今月で、むちゃくちゃやりづらいこの神セブンの放送に渡した。いや、でも、だってもう次からだって、ねるくんとかも慣れてるから、しかもなんか結構毒舌系で行くから、なんか結構何でもいいじゃないですか。何でもいいから。だってバンクやってもいいし別に。そう、バンク食らわしたいんじゃん。バンク。うん。いや、バンク食らわしても多分チャンネル切り替えて多分やってくれるんで。カミセブン、カミセブンみんな滑ってて。じゃ見に来てるやつ。滑ったから。いやでも
今回の神セブン良かったよ。良かったと思うで、俺は本当に。いや、本当に、いや、営業っていうか、神セブンみんな良かったよ、これ。だって、一応3年連続、そうですね。今まで、どこが一番良かったですか？ここですね。一番すごかったのはやっぱここです。それはでも、確かに、見てて。嬉しい。一番すごかったね、いろんな意味で。いろんな意味で一番すごかった。セブン営業もすごかったですね。毎回一番、なんか、おもろいぐらい人抜けていくっすけどね。まあ、結構ジンクスありますよね。1年終わって神セブン終わったことないからね。ない。今回も危ないでしょ。だって1年目なんて神セブン始まった瞬間に神ワン6ぐらいおらんくなった。さすがの神セブンもうおらんのですか？4年目はまだ抜けてない。誰も抜けてないけども。名前トマイ君でもおらんくなったとしても、あの代わりになりそうなもんがなんかあの似てる子、うちの人間の2人ぐらいうちに似てる人間のトマイ君ね。それも大使に使おうとしてきたらいいんだよ。そうそうそう。あ、サンドマイズ。あ、アイザーくんいないよ。早い。アイザーくん、あ、そう、アイザーくん。それは俺ら説明しないで。じゃあ、アイザーくんがいない理由を、じゃんけんのことやってみよう。じゃあ、あの、アイザーくんで、アイザーくんがいない理由をここに書こう。全員。で、どう？一瞬で。アイザーくんがいない。一瞬で書いて、一瞬で。はい、ユーチェルが今日これなかった理由を全員が知ってる人もおればリアルのこと書いてくれていいし、あの、他の人はイメージで書いてください。じゃあ、パッといこうと、パッと。残り3分ね。アヒル誰似てる子とか、そう、クラッシュにね、ちょっと2人ぐらい、あの、ともゆく似てる子が入ってきたので、代わりにそれを紙全部にしたいと思います。右の人はどこの人？クラッシュの人です。右、フラッシュの人。俺は、いや、俺めっちゃなんかそんなんばっかり、すいません、なんか、ほんとは、あれね、小心者で、もう全然あれなんですよ、すいません、ほんとに。はい、もうすぐ2分になりますよ。ほんとすいません。はい、ユーチェルが今日来なかった理由。はい、これはボケていくのか。いや、僕は真剣に。ボケていこう、ボケたり。いや、真剣な感じでいきましょう。真剣な感じで来なかったんですもん、だって。最後それで締めようか、じゃあ。うん。だから、来週は、来週。来週これ誰がまた全員出たらいいんじゃない？全員出んのこれ。ちょっとしんどいな。おい、こうやって試合あさってです。分けていくんすか？何を分けていく。でも、あと2回。あと2回。あと2回。だから来週、ユーチューブ一人でいいんじゃん。ピンで。ピンで。これしたら俺でも、やばい。いや、おもろいと思う。これは一言だったらやっぱ良くないですよね。それほんまやったら笑うけど。いや、これダメですよね。やめとった。いや、これやめとった。それやめとった。これしたらちょっと。じゃあ、いいですか？もう、整いましたか、みんな。整いました。はい。あ、よかった。はい。あ、いいね。そういう感じで。じゃあ、残り1分のことで。はい。はい。じゃあ、ビューチェルが今日来なかった理由、いいですか？はい。せーの、で、ドン！はい。これ見えんの？はい、見えてるかな？見えてる。いや、めっちゃ面白いよ、これ。これめちゃめちゃ面白い。これはこれはこれは赤いよ。待って、これは。全球地方全球。3チームで出た。これでこれはやばいよ。なんかめっちゃ可愛い。これ面白いよ。でも面白いよ。最終的に、つながってないから、エプチがうまくいかない。未周回収。未周回収。いや、でも全然この紹介したのは面白いよ。全然俺、どんだけ YouTube やったら面白いよ。整形中のため。いや、この2つは結構。これが面白い、それは。エプチがうまくいかない。どこまで行ってんかい。はい、分からんけど。今週の放送はこれでおしまいです。じゃあ、また来週。それはセコイ。次回皆さん、あの、また見てください。はい、どうもありがとうございました。来週は YouTube でそれで放送します。